ペガサスプラスイースポで群馬を元気に、メイン MC の松本明子です。今回も群馬ダイヤモンドペガサスの試合の様子お届けします。それではペガサスプラスイースポで群馬を元気に、今日もスタートです。この番組はヤマダ電機、ホンダカーズ群馬の提供でお送りします。8月25日高崎市城南野球場で人権啓発サポートマッチ、シナのグランセローズとの試合が行われました。試合前には中学生の選抜チーム群馬ダイヤモンドペガサスジュニアの選手の紹介、監督、キャプテンの挨拶が行われました。今年も中学校で野球を軟式野球をやっている中大に参加の選手が、群馬県の、選抜選手ということで20人選んで、チームを今年も結成することができました。会長のおかげでユニフォームを全部揃えていただき、ユニフォーム、また、群馬県代表として、波に勝ち抜きを頑張っていきたいと思います。ご声援よろしくお願いします。ありがとうございます。自然開催する全国に向け関東大会勝ち抜き、ここにいる20人一人一人しかできない仕事があるので、一人一人がその仕事を全うし、20人全員で群馬県初の日本一を取っていくので、また人権啓発サポートマッチということで、前橋地方法務局総野由美子局長の挨拶。私たちは人権についての関心と理解を深めてもらうことができるよう、これからも学校などと協力して悩みを抱える子どもたちの声を見逃さないよう、子どもたちをはじめ家庭や地域社会に対しても粘り強く呼びかけていきたいと思っています。皆さんもこの機会に人権について考えていませんか？そしてみんなで優しい気持ちを届けていきましょう。本日の一戦がフェアプレーで熱い戦いとなるよう期待して、私も挨拶とさせていただきます。そして始球式では城南ファイヤーズの松本選手、飯島選手の2人が素晴らしい投球でスタンドを沸かせました。また5回終了時には城南ファイヤーズの選手による人権宣言が行われました。僕たちは野球を通じてチームプレーやフェアプレーの大切さを学んでいます。僕たちは学校や社会からいじめやさまざまな差別がなくなるよう、相手の気持ちを考え、思いやりのある人間になることを宣言します。城南ファイヤーズ、久本陸、飯島秀人。この試合では小林寛太選手が今季初の二刀流出場を果たしました。小林は初回四死球でランナーを出しますが、無失点に抑え、まずまずの立ち上がりを見せます。しかし2回、連続ヒットで1点を先制され、0対1とされます。4回、先頭バッターをフォアボールで出したところで、小林は降板します。2番手には木村。ワンアウトから連続ヒットで4点を失い、園が火消しに登板します。ペガサスは6点ビハインドで迎えた7回裏、ワンアウトから布施、新山がヒットでチャンスを作ると、7番片山、ライトへのヒットでダイソーの高橋が帰り、まずは1点を返します。なおもワンアウト1、3塁のチャンスに浜田もタイムリーヒットで続き、2点目を追加。1番葛西の打球処理の乱れの間に片山が帰り3点目、ペガサスこの回一挙3点を入れ、3対6とします。
9回裏にはこの回先頭の濱田がホームラン。打線に勢いをつけると藤沼、小原がヒットで続き、ツーアウト1、2塁で茂木翔太。打球はライトへのタイムリーツーベースヒットでさらに1点を追加し、5対6と1点差まで詰め寄ります。しかしあと1本が出ずゲームセット、ペガサス惜敗となりました。夫のお姉さんが引っ越しをした。いらっしゃい。このソファーも山田で？そう、家電買い替えたから一緒にね。姉ちゃんの昼寝用だな。素敵ですね。こう見えて私料理好きなの。好きと上手は違うけどな。山田は家電を中心に家具、インテリアも。あんなんだけど、これからもよろしくお願いします。はい。暮らしを幸せにする全部山田。私たちホンダカーズ群馬は県内18店舗のネットワーク。お客様の満足と笑顔のために誠意と情熱を持って取り組んでいます。安心のその先へ、お近くのホンダカーズ群馬へ。21日、埼玉県鴻巣市の鴻巣フラワースタジアムでベースボールフェスタ2023が開催されます。この試合はルートイン BC リーグの埼玉武蔵ヒートベアーズ、栃木ゴールデンブレイブス、茨城アストロプラネッツ、群馬ダイヤモンドペガサスの4球団が協力し、野球振興そして地域貢献を目的として開催します。各チームからファン投票と球団推薦で出場選手が決定し、ペガサスからはファン投票で荻野、水野、茂木晋作、新山、濱田、井ノ口、茂木翔太の7名が、球団推薦で榊原、布施、国広の3選手の出場が決まっており、埼玉武蔵ヒートベアーズとの合同チームダイヤモンドベアーズとして、栃木ゴールデンブレイブスと茨城アストロプラネッツの合同チームアストロブレイブスと戦います。シーズン終了後の試合をぜひ楽しみにご来場ください。詳しくはペガサス公式ホームページをご覧ください。YouTube ペガサスチャンネルで公開しているDJ ケチャップと素敵な仲間たち。この番組の魅力は何と言っても人。群馬県内で活躍するビジネスリーダー、オピニオンリーダーが毎回ゲストで登場します。事業のこと、自分自身のこと、地域を見据える情熱などなど、惜しげもなく思いを聞かせてくれるヒューマントークプログラム。スポーツ MC の DJ ケチャップさんが進行役です。歯に衣着せぬ物言いでズバリとインタビュー。笑いあり感動ありの DJ ケチャップと素敵な仲間たち、群馬から世界へ配信。それぞれの人柄が垣間見られるトーク番組となっています。申し遅れました、私アシスタントのフリーアナウンサー久林澄子です。DJ ケチャップと素敵な仲間たち、 YouTube でお会いしましょう。
sound now. カーリング知識君、まもなく第5リング運命の時間、そして右からマイクルドロー、左からも味方の側面が取ってる、トリプルフォーカス、いいね、ニューザーシが抑えています、ラスト1名追い詰めた、上からの一撃、しっかりと届けに握り詰めていきました。今週もいかがだったでしょうか。今日の試合で群馬ダイヤモンドペガサス2023シーズン最終戦が終了しました。今シーズンもたくさんのご声援ありがとうございました。来週は最終戦の様子たっぷりとお届けします。そして9月9日土曜日は2023シーズンファン感謝デーを開催。時間は午後6時から8時まで、受付は午後5時45分開始を予定しています。場所は高崎市城南野球場。参加費は大人2,000円、小中学生1,000円、当日飲食ブースやグッズ売り場で使える1000円分の金券がついています。グラウンドで選手たちが試合中には見せない姿を出したり、野球の迫力を体感できるイベントを現在企画中です。詳細は順次発表します。群馬ダイヤモンドペガサス公式ホームページをご覧ください。皆様のご来場お待ちしております。これまでのペガサスロッカールーム、過去の番組は球団公式 YouTube チャンネルペガサスチャンネルでご覧いただけます。ぜひご覧ください。チャンネル登録もお願いします。それでは来週もまた見てね。いじめやさまざまな差別がなくなるよう、相手の気持ちを考え、思いやりのある人間になることを宣言します。城南ファイヤーズ福本陸、飯島秀人、この番組はヤマダ電機、ホンダカーズ群馬の提供でお送りしました。